はいえー、まあ考え方ですよね広告の考え方グーグルの考え方なんですけども吉谷さんが考えられたようにやっぱり YouTube を使わせていただいて YouTube に広告を貼らないっていうのは私たちはね YouTube の下請けだとしたら取引先だ,だとしたらやっぱり良くないことですよね YouTube に、えー、サーバーの管理とかメンテナンスとかアップロードのためのね えー、整理整頓とかをやっていただいて YouTube には確実に社員さんが働いて何かのシステムが稼働していて維持費ってのがかかってるわけですからねそこに便乗しといて広告を貼らないっていうのはやっぱり良くないかなと思いますよねただねやっぱり吉田さんがそれを気づいてやったで私も同じような理由で広告をつけることを途中からやったということでここでね一つ大きな気づきがあるんですけどもほとんどの方はこういうこと考えないと思うんですよ。広、うん、広告を広告をを貼貼ったらないそれが YouTube のためになるためにならない Google に利益を分けている分けていないってことを考えないと思うんですよ。自分の収入がどうかなとか自分が損しないかなとかね自分が自分が自分がばっかりになってると思うんですよ。やっぱり公共の、まあ、利益とかね考えていく取引先もちゃんと設けさせるっていう風な発想に立てば YouTube に広告をつけるのは至極当たり前のことだなと思うんですよ。 YouTube に広告をつけて自分も広告料を一部もらうけどもその3倍ぐらいは YouTube がちゃんと儲かっていただくって仕組みを作るみたいなねでそうでなかったら私の YouTube の動画を上げるアップロード先のサーバーっていうのは誰がメンテナンスするんですかってことになりますよねお金もかかるのにだそこにやっぱり吉野さんもね気づいたのはすごいなぁと思いますよね、うん、で、えー、とこういうふうな発想もそうなんですけども異常なぐらい 結果をを出している異常な生活を送りたたかったらやっぱりね、異常なぐらいやらないといけないんだろうなぁと思うのは、それは思います。普通のことしてて結果が異常っていうのはあんまりなくて、えー、例えば私はですね、客観的に見たら、今、そのいわゆるね勤務ってもの全くしてないんですよ。だから台風が来ても外出心配がないんで、ポカーンとしてるわけですよね。世の中は帰省ラッシュとか、新幹線が混んだりとか、運休したりとかしてますけども、全く関係ないんですよね、出かけないから。 世の中で風が流行ってもウイルスがが飛んでででいいいても火山が噴火してももも火火山噴し出かかけななら関係ないんですよねでも収入はこうやって一生懸命毎日働いていらっしゃる方に申し訳ないですけどもその人の5人分とか10人分とかが入ってるんですよねこれ異常じゃないですか何にも働いていないいわゆるね昔のいわゆる働き方をしていないのにずっとこの自宅で YouTube を撮ってるか適当にその辺ね歩いてるかしてるのに収入はベラ棒入ってるという人の年収ぐらいのものが月収として入ってるわけですよ。 おかかしくないですかねユーチューバーだって動画をいっぱい作って編集して動画のクオリティを上げて再生数を100万回200万回取って暮らしを成り立たしてるのに私の場合はユーチューブの再生数そんなにないわけですからねでも収入はがっぽりあるわけなんですよこれはねなんでかっていうと異常なな行動してきた結果なんですよ私の異常な行動は何かっていうと例えばアフィリエイトサイトが1万4000個あるとかねユーチューブ動画が1万本あるとかフェイスブックの記事投稿1万回とかね フェイスブックライブなんてのはもう4000回ぐらいやってるわけですよ。これ全部異常じゃないですか。普通の人はそこまでやらないですよね。だから結果的に異常なところにたどり着くんだろうなと私は思うんですよね。じゃあ,あこの動画をご覧の皆様にあのお尋ねしますけども多くの方が考えているもしくは残してきた実績にかけ離れたような異常な行動とか結果をどのぐらい自分の人生で起こしてきたかなってことをちょっと考えてもらいたいんですよ。どうでしょうかねありますかね 自分と同じようなことをしている人ってのが山ほどいるってことに気づかないですか例えば何かの道で楽器でもいいですよ音楽の道でそこそこ上手になりました、えー、セミプロみたいになってライブハウス毎回毎回ね出て利益上げてます多くの動員をしてますその方って日本に何人ぐらいいますかってことなんですよ結構いますよね1万人ぐらいの単位でいるんじゃないですかだから自分がやってることがあのレベルが高い低いっていうのは自己評価はありますけども客観的に評価したときに自分と同じような人っていうのはどのくらいいるかってことなんですよ ね、自分はいなくても代わりが利くようなポジションになってないですかってことなんですよね、うん、だからねやっぱりね自分にしかできないことを早く見つけてもしくは作っていくってこと自分がいないと本当にこれをあのこう業界は困るみたいなねでも速即塾っていう業界なんですよ私のやってるのは、うん、吉谷さんがやってるのはドリームアカデミアっていう業界なんですよ一、ね、人一業界を持つ一人一業種を持つ一人一法人を持つ一人一つの価値観、えー、もしくは世界観を持つってことこれはね 必須の個人の時代ののスキルなんですよ個人の時代って言われたらぼんやりとするでしょ。自分でも一人でも何かできるんだって思うかもしれませんけども、自分一人しかやってないことを見つけるのがポイントなんですよ。えー、N 国党っていうのがありますよね。NHK から国民を守る党って。こんな活動してんの。ここしかないんですよ。立花さん一人なんですよ。であと、令和新選組、ね。これも山本太郎さん一人なんですよ。この活動してんの。一人から始めて、 合流してる多くの人を集めてるんですよね。立花さんもそうですよね。私も一人から即解除を始めて多くの人に来ていただいてるんですよ。そういう風うなね。潮流を起こせないと個人の時代っていうのは永遠に来ずに、結局多数の中の一人っていうものに甘んじるばかりではないかなと思います。そのためには異常なくらい、自分の作ったコミュニティを愛して、自分の作ったコミュニティに尽くして。 自分の作ったコミュニティに育ててもらうっていうところが大事なんじゃないかなと思います。私もね、即果塾の一塾生であり、そして即果塾の大ファンであるってことはね、今でも変わってないんですよね。で、ついでに即果塾の創始者であり塾長なのかなっていうところでございます。はい、えー、今,今回は以上ですね。